変化球空振り。バッターボックスは6番平田。ツーアウトランナーありません。引っ張ったライン際入った。ツーアウトからランナー出していきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ツーアウトからランナー出ました。ドラゴンズです。ツーアウトランナー二塁。バッターは7番谷繁。得点圏にランナーを置いています。ドラゴンズです。打ちました。まっすぐ打ち返した。ライナーになった。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点ありませんでした。2回終了2対0、ドラゴンズは0点に終わっています。3回の表、追加点を狙うカープの攻撃です。バッターボックスは2番菊池。西さん、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。外、これはボール。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには3番丸。最初の打席でタイムリーを放っています。まずはワンアウトにしています。初球空振りです。打ちました。アウト、2アウト。バッターボックスは4番キラ。最初の打席は三振に倒れました。2アウトランナーありません。初球から際どいコース。ファウルになります。引っ張った。ファーストうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。三者凡退に終わっています。3回の表2対0カープ無得点です。3回の裏、追いかけるドラゴンズの攻撃になります。8番バッター堂上。2点のビハインドのドラゴンズです。初球ボール。落ちるボール空振り。引っ張った。
しかしサードライナー。バッターボックスは9番山本昌。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、この低いボールは外れます。ボール先行です。バットは動きません。よく見ています。ストライクが入りません。ストレートのフォアボールになりました。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。バッターは1番大島。最初の打席は三振に倒れました。ワンアウトランナー1塁です。初球打ち詰まりながらも右中間へ、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス荒木。ツーアウトになっています。結局ランナーそのままです。最初から際どいコースできます。外へ変化球持ってきました。2球で追い込まれました。この球は落としましたが決まりません。フォークボールです。いい当たり、三遊間抜ける、ヒットになった。ランナーが出ます。二塁はセーフ。クリーンナップに入ります。3番クラーク。最初の打席は三振に倒れました。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。初球空振りです。打った、この打球は大きいぞ。ライトバックバックバックする、フェンスダイレクト。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。ドラゴンズが追い上げます。2対1になりました。ご覧いただきましょう、見事なバッティング。ツーベースヒット、タイムリーになっています。これで1点差に縮まりました。5番に打順が回ります。バッタールナ。小宮山さん、ここは相当プレッシャーがかかる場面になりましたね。セカンドランナーまで返すよ。初球打ち、これはどうだ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回得点が入りました。この回ドラゴンズ追い上げて点差を縮めています。3回終了2対1カープがリードしています。ゲームは中盤4回に入ります。追加点を狙うカープの攻撃です。バッターボックスは5番松山。最初の打席でタイムリーを放っています。
球威はありましたがボールです。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。高めに浮いた変化球、思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。今キャンバス回ってホームイン、3対1。ここ一番の集中力が光ります。その差を2点と開いています。体をうまく回転させてライトスタンドに弾丸ライナーでボールは飛んでいきました。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。バッターボックス、ソヨギ。この回追加点となるホームランが出ています。変化球でまず空振りです。2球目打ちました。これはどうだ、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス、堂林。今日は第1打席にヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。まずは見送ります。ワンボール。これはいいところ、バッターから一番遠いところ、ワンボールツーストライクです。ツーアウトになりました。バッターボックスは8番石原。ツーアウトになっています。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。インサイド打ち上げました。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回カープ1点を追加しています。4回の表終わりました。3対1、カープのリード広がっています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターボックス、和田。最初の打席は三振に倒れました。初球空振りです。これは綺麗に落として決まっています。すぐに追い込みました。アウト、ワンアウト。バッターは6番平田。
最初の打席でヒットを放っています。まずはワンアウトにしています。豪快に投げてきます。打ちました。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。この打席もヒットを放ちます。一塁蹴って二塁に向かう。2打席連続のツーベースヒット。打席には7番バッター谷繁。ヒットでランナーは二塁に変わっています。しかしこれはファウル。思わずバットが出てしまったでしょうか。ストライクを先行させていきます。追い込みました。フォークボールを見極めました。打った。低い当たり、ライナー掴んでこれで2アウトです。8番バッター堂上。得点圏にランナーを置いていますドラゴンズです。これではバットが出ません。ストライクです。強い当たり、大きな打球になった。レフトバックする、バックする。レフトが追いかけますが。